おってさたするのコーナー。ーね、新コーナーでね。え、おってさたするのコーナーなんですけども。だから、トちゃんあれよ。伊賀上野の忍者のいるドライブイン潰れたらしいよ。コメントで。あ,あう、書いてたねこ。この頃通ってないから。あ、でも、来月通るから見た絵見る。そうそうそう。あのチェックしていとておいてください。うん、私はも,もう、 子供の頃ぐらいなんでね、最近どうなのか全然知らないんで、これは、あの、言い出しっぺのラットちゃんがもう一度チェックをしに行っていただければと思いました。来月、ちょっとあっちの方面高速通るんで、ちょっとしよろしくお願いします。<laughs> あとね、ちょっと理系と文系の話でね、いろいろとたくさんコメントをいただいたんですけれども、うん、その中でね、理系の風評被害っていうコメントが、 ですけどまあ、確かに、あ、私もそんな自分が文系なんで、理系のごとく分からなくて、風評まあ、いわゆる想像とか、まあ、憶測とか、まあ、周りがよく言ってるような感じで言っちゃったなっていうのを思ったんで、これは確かに、じゃあ前回はあれは風評被害だったかもしれないと思いました。ちょっと反省いたしました。文系ですけど、上海から区民までずっと列車乗っていきましたとかいう人もいたんで、やっぱりまあ、文系理系は関係なかったみたいですね。<laughs> 文系理系関係なくね、まあ私自身がさ、木を見て森を見ざるっていう感じで、もうなんかさ、例えば一つのことを調べてても、こう途中でいろんなことが気になってきて、そっちをいろいろ、これ何やろ、超えられよって調べてるうちに、だん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 最初何調べてたのか分からなくなっちゃったみたいなそういうのがよくあるんで、だからまあある意味、信長さんみたいにね、すごい遠くの目標っていうのを見据えて、どうじない、もうどこにも脇道それぞれにダーンって行けるような、そういう人が羨ましいな、みたいな話だったんですけども、それが理 理系の考えなのかは私にはちょっとわからなかったので、ただ自分の文系だと思ってる自分とは違うなと思ってただけでね。うん。まあでもそういうなんていうのかな、こう遠くを見せる人は逆に足元をね見えなくて足を救われることがあったりとか、で下の方ばっかり見てる人間は森の中で迷子になっちゃったりとか、まあどっちも両極端は良くないねって話ですね。まあまあバランスいいのが一番なのかもしれませんね。 なんかコメントでさ、北京から自転車で、卓圏にある長飛の井戸までね、行ったっていう人がいて、いや、北京から卓圏自転車ですごいなと思って、いや、なかなかね、皆さん強者のの方がいらっしゃるなっていうのは思いましたね。距離感がわからないから。結構あるよ日本で言ったらどこからどこまでぐらい大阪名古屋間が138キロだ。 んー、ここあるん静岡それぐらいも行ってないかそうだね。まあでも、その名古屋の手前ぐらいまでぐらいはあるやろうから、結構あるよな。かまあそう、何日か、隣とかでね、行くんだったら行けるけど、その一気に行ったんだったら、なんか本当ロード、ロードバイクの、なんかそういうすごい人じゃないといけないのかなっていう感じですごいよね。大阪、名古屋ぐらいよりちょい短いぐらいかな。うん。なんか道もそんなによよくなさそうな気もするし、 そう、いち、いつ行ったのか分からない。最近ならともかく、昔だと本当にもうデコボコ道だからね、すごい大変だったんじゃないのかなとは思いますけどね。あとね、あ、そうそう。 信長さんと、あの、北畠家が戦った、大河地上の戦いって私言ったんだけど、あの、言い間違いで、なんかあの、岡河地上の戦いだってね、コメントをいただいたんです、ちょっとここで訂正していたいと思います。そのコメントくださった方がね、その、小学校の先生がさ、あの、もう自分の教え子じゃなくなったのに、遠足なのか何なのか、あの、岡河地上っていうのに連れて行って、で、熱く語ってくれたというね、渋い先生で、ね、いやなんか歴史好きの先生とかに教わるといいですよね、そういうのがあったりしてね。 あ、あとね、信長さんのね、山中の猿の話っていうのをしてくださいっていうのがコメントであって、で、まあ、あの、信長さんもね、今回でさようならって形なんで、まあ、信長さんの優しいとこもあるのよっていう話で有名なエピソードなんで、ちょっと話ししようかなと思ったんですけど、あの、山中っていう場所でね、信長さんがある、障害のある男性がこう、物乞いをして、毎日毎日同じ場所で物乞いをしてるっていうのを見て、で、それでまあ、信長さんが気の毒だっていうことで、お金をね、出してあげて、その小屋を建てて、住まわせて、 で、こう、周りの人にも、こう、大事にしてあげなさい、みたいなことをね、やったんだっていう、こう、身長後期に書かれている、まあ、信長さんの優しい一面を描いたエピソード。山中の猿ってね、まあ、その、物語してた人が、みんなから猿猿って呼ばれてたっていうね、話なんだけどね。だから、そういうエピソードもあるんですけど、まあ、今回の信長さんだと全然ありそうですよね。優しい一面ある感じの人だったからね。あとね、女子高校生からのコメントがあって、 すごい長いコメントをいただいたんですけど、なんかこう、若い人が見てる。<laughs> うちの視聴者さんって割と高年齢層が、中高年層が多いので、なのでそれはそれでありがたいんですけど、やっぱりね、同じ同世代の方が話が合うっていうのはあるんだけど、でもそんな中、高校生、しかも女子高校生からコメントをいただいて見ていただいてるということで、ね、ありがたいなと思いました、はい。どうもありがとうございました。 あとね、まあまあ、あの、三秀の、いわゆるその、本能寺の変の説、あの、どうして本能寺の変で信長を打ったのか説っていうの皆さん結構ね、いろんな説をね、フィクションから現状の説まで、まあまあ、いろいろ書いていただいて面白かったんですけどね、なかなかあの、たくさんあってよかったなと思ったんですけれども、中でね、あの、信孝文書がきっかけなんじゃないですかっていうね、その書いていただいてくれてた方のがね、これが結構ね、あの、面白くて、結局ね、あの、明智光秀が、もともとは、 と、それからその近江をまあ信長さんからもらってたのを国替えすると。 いわゆるまだ全然なんか自分たちが攻め滅ぼしてもいない出雲とか岩見銀座のあるあたりとかをやるから、その代わりこっちの,の国返してね。でもそっちの国は自分で取ってねっていうそういうのを言われて、えーってなって、で、それでまああの本の字の変にったんじゃないのかっていう意見がまあ最近出てきたその信高文書っていうののやつで、これも割と有力な説の一つなんで、あとはまあ四国説とかっていうね、自分がすごくまああの地道に交渉して いいいたたをを信長さんんんがっっってててめるとかか言い出しううのなんかを四国説って言うんですよね、まあ、そういう説なんかもありますよっていうので、皆さんがたくさんね、いろんな説コメントに書いてくださってるので、私全然説明してないので、あの皆さん知りたいなっていう方はコメント読んでも結構いろんな説があったので、よろしくお願いしたいと思います。あとね、光秀が、 あたご神社でおみくじを引いて今日ばっかり出たっていう、それは本当なんですかみたいなコメントがあったんですけど、実はね、光秀が5月28日、えー、5月28日だから本能寺の変の4日前なのかな ?4 日前にあたご神社で殿下会っていうのをやってるのは本当なんですよ。 京都のあたご神社で和歌読んだっていうのはまあ本当なんですけど、ただおみくじ引いたっていうのはまあそこから創作された話で、で今日ばっかり出たっていうのはまあなおのことを創作ではあるのかなと思うんですけど、元の話としてあたご神社にお参りして廉歌会をしてたっていうのはあるんでね。うん、でまあだからその時は今雨が下し,しるさつきかなっていうね、和歌なんか廉歌を読んだっていうね、まあ,あのホックっていうのだけど、それを読んだみたいな形のは残っています。あとね、 よく私がダモンでねっていうのを、静岡弁で嬉しいですとかっていうのを聞いて、あの、全然あの、私大阪生まれの大阪育ちなので、静岡の方言とか全然知らないんですけど、 ただね、母親がね、なんか若い頃にずっと名古屋にいた人なので、ひょっとしたらその母親が使っていたので、私も使っているので、なんから知らないうちにその名古屋の方言みたいなのを使ってるのはあるかもしれないんで、静岡弁ではないとは思うんですけど、名古屋弁にもしダモンデがあるんだとすると、ひょっとしたら母親経由で使ってる可能性はあるかもしれません。ダモンデっていうのはだってとかだからとかね、なのでとかっていう意味なんですけどね。 ということで、あの、まあ、これからも出てきたら、あ、そういうことね、と思っていただければと思います。親の口癖が方言やと知らんと、そのまま言って、友果に増えて顔されるということよくある、ね、そう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 、<laughs> あのー、 米を洗うっていうのをさ、米を貸すっていうふうに言うんだけど、母親がね。それを私は大阪弁だと思ってたんだけど、どうもやっぱそれも、あの、ハワイドの方の田舎の方言で大阪弁ではなかったらしいとかね。そんなのは大人になってやっぱり使わないとわからないので、えー、なかなかあの、大阪生まれ、大阪育ち、純然何は女だと言ってたんですけど、ちょこっと名古屋弁も入ってるかもしれないということで、えー、今後なんかそういう名古屋弁っぽいことが出てきたら、お母さんの影響ねと思っていただける。<laughs> あ,あとね、面白かったのがね、あなんか坂焼けってそう、反るのに失敗することなかったんですかって、奥さんとかね、うん、が反ったりするんだけど失敗することなかったんですかっていうね、コメントがあってあります。詳しく知りたい方は、青天をつけの円四郎と徳川圭くんの徳川吉信の,の面白いシーンを見ていただければと思います。なかなかね、失敗してこう切っちゃったとかっていうことはあるのでね。こんなシーンあったっけあったじゃん血をタラタラとかしてて、ね、それで巻い、まあ、てて笑えるシーンが、終われるシーンがあったじゃないですか。 たとえこうやってね、あの酒やき切られても怒らない優しい慶喜君っていうね、そういうシーンがありましたよ。やまあコメント、ちょっと前なんですけど、うん、今回のドラマって、かなりでも桐生さんがすごい褒めてるから、いや、そんな NHK に忖度しなくていいんですよ、文句も言っていいんですよみたいなコメントがあって。 その時に、あれとか思ったのはピルさんと付き合い長いじゃないですか。で、タイガーが好きなのも、よくよくしてても、昔からタイガーの思いを熱く語られて、うぜえになってずっと思ってたんですよ。うん、<laughs> 施設 YouTuber として、視聴者、空さん一人で、延々喋ってたもんね <laughs>。 といういがあるんですけど <laughs> 黒歴史なの私そんなこと言ったらあの職場の人に直しかの話を、まあ、ずっとしてたぐらい昔からそれやなんだけどもうなんか人生これででやってるんですけどでその中でよく考えたら何、うん、て言うのかな文句というか市販を一回も聞いたことないなと思ってで金魚さんにとって最後ももちろんそうなんですけどアニメとかあと小説 SF 小説とかそういう好きなもの に関しては、好きか、大好きか、超好きか、スーパーウルトラ好き、惜 <laughs> しいぐらいしかなくて、あとは興味がない。ああー、はいはいはい、そうそう、さすが付き合い長いな。<laughs> しかなくて、だからそれが言い悪いよ、横に置いといて。<laughs> そうそう。そうそうそう。そうそう。からそうそは多分キルさんから今後も出てこないなとは思ってます そうね。なんかあの、そう、もう本当に空さんの言う通りですね。あの、自分が面白くないと思ったら、もう興味が一切なくなるので、まあ見もしないし、なんかもうそこに存在すらしないものとなるので、だから存在しないんだから文句も出ないよねって感じで、なんかこうなんだろうな。だからね、割とね、あの、嫌いな人とかもいないのよ、私。あの人間でも。 もう興味がなくてそこにいない。まあもうまさにその人は私にとってはいない人空気と同じになっちゃうので、好きな人とかね、好きな人というか普通の人ね。別に嫌いじゃない人。で、それから好きな人、大好きな人、超好きな人とか、もうそう、どんどん好きな人は増えていくんだけど、その嫌いっていう観念の人っていうのはいない。だから。 嫌いだと思うとさ、嫌いだってすごく憎しんだり、嫌うってことは、まあ逆に言うと好きの裏返しでもあるんだと思うんで、うん、そういう意味ではなんていうかこう、偏った愛の野村さんみたいに偏った愛の形しか知らないのかもしれないんだけど、嫌いだと思うと瞬時に興味がなくなっちゃうんで、なのでその視界にも入らないし、その脳裏にも浮かばないし、全然なんかその、だからその人のことを考えるとか、その作品のことを思うこともなくなるので、そのままなんか私の世界観の中からはないものになっちゃうので、 だからまあ案外ね。あとで、なんていうかな、見てても、まあ、ここどうよ、とか、ここちょっとこうだよね、とかっていうのもある、その好きな作品の中でもあるのはあるけど、でもほら、空さんにしろ、私にしろ、どっちかというと、そのサラリーマンじゃないじゃん。 まあ物を作らなきゃいけない。生み出さなきゃいけない。クリエイターのまあ本当に端っこの端っこだけど、クリエイターサイドの人間だから、その物を作るのの大変さとか、いろんなしがらみをまあ若干知ってるじゃないですか。そう思うとさ、なんかいろいろあるのに頑張ってここまで作ったものを悪く言うなんて、その私ごときこんななんか底辺の人間が言うなんておこがましいって気持ちになっちゃうのね。<laughs> なので、まあ今回もその賛否両論どうするイすスあるのはわかる。 わかる。だからその、反対意見の人がどうしてそういう気持ちになるのかとかね。かここが嫌なんだっていうのはすごく歴史も好きだからわかるんだけど。でもまあ。 まあまあ、そう言わないで。作る方もね、いろいろと大変なんだからって言いたく、なんかちょっとかばってあげたくなっちゃう部分があって、まあそれもあってね、あんまり悪い意見が出ないんだとは思いますね。まあ実際どうする家康は、これまでの大河の見方してたら面白くないとか嫌だっていうのはすごくよくわかるんだけど、歴史好きの人であればあるほどね。ただまあ、ちょっと見方変えたら面白いのになとは思うので、嫌いでも嫌だっていうなら見ないとか言うのもありだとは思うんだけど、ちょっとこう少女漫画脳になってみると面白いですよ。 とかさ、ちょっとこうあの視野を変えてみたら、もう見方をね、そういうところじゃないところで面白いところもあるじゃないみたいなね、提案に、あの少しでもなればいいかなとは思って動画を撮ってたりするわけなんですけれどもね。まああと実際、今か面白いしね。 なんか楽しいことをね、見つけるっていうのってすごくいいよね。長続きもするし、クリエイティブの時でもそうだけど、もちろんこう自分のあんまり好きじゃない仕事とかもあっても、その中でどんだけ自分で楽しみを見つけるか。 それが楽しくて、なんか、あったっと思いながら、やり続けるっていうね。それをず,ずっとできる人が、こう、クリエイティブでも長く、活躍ではないけど、いけるんじゃないかなっていうのがあるし、このね、今、SNS とかの世界でも、こう、誹謗中傷とかあるけど、もう、本当 嫌なら見なければいいのにって、単純に思っちゃうから。<laughs> なんでね、みんながこう、そこの中で楽しそ,い、まあ、そこはほら、あの、嫌とか嫌いも愛情の裏返しだから、<laughs> 好きなんだな、タイガ好きなんだな、<laughs> そこまでそんなにタイガに愛があるんだ、だから文句言ってるんだ、と思って、それはそれでまたね、その愛の裏返しだからしょうがないとは思うんだけども、ただほら、あの、よく聞く話でさ、その、靴のさ、セールスマンの人が、アフリカのその、なんていうの、靴を全然履いてない、いわゆる土着のね、そういう原住民の人と たちのいるところに行って一人のセールスマンは、ダメです彼ら靴履いてません売れませんって言うんだけど、もう一人は、やった誰も靴履いてない売り放題だって思ったっていう、なんかそういう同じ現象でも、全然180度違うものの見方ができるんだよっていう、まあ、この例え話の有名な例え話があったりするんだけど。だからまあ、一つのその大河ドラマっていうものでも、見方によって全然ね、180度違うものがあるので、まあまあ、自分が、私がね、嫌だとか嫌いだっていう風に思えないタイプの なので、まあそういうね、まあ言ったらあの、用意し,してる、忖度してるみたいに見えるのかもしれないんですけど、大丈夫です。私は嫌いなものは、あの、話しませんし、もうなんか存在すらなくなるので、多分あの、もうどうするヤスが大嫌いになったら、その瞬間から何の話もしなくなると思うので。だから悪口言うことはね、何の話もしなくなると思うので、なのであの、もし私がどうするヤスの解説をブつッとやめたら、あ、なんか嫌いになったんだと思っていただければいいかなと。まあ今のところ面白いけどね。 世の中がね、そんな感じになっら別に大外だけじゃなくて、やっぱりこう人に攻撃する人たちとかもいるから、そういう人たちも興味を持たなかったら、そのままにしたらいいんだけど、なんかそこにね、何か攻撃をしちゃうから、それがもったいないなと、ともうちょっとそこら辺をこれからの世界っていうのは、気持ち的にも広く持てたらいいのにな、と。なんか嫌な意見とかあるじゃん。そこ,そこがさ、あの、信長さんと同じでさ、もう間違った愛の使い方なのよ。<laughs> そんなに愛してるんだったらもっとさ、ストレートに愛してるって言ってくれればいいのに、どうしてあんな意地悪しちゃうかな、信長さんって感じなのよ。まあでもしょうがないよ。信長さんと一緒でやっぱりね、いろいろあるから、あんなパパに育てられたらそんな素直にはなれないし、人それぞれでいろんなね、思いや過去があるから、それはやっぱ一概に変えられないとは思うんだけどもね。まあただ、あの、もっと素直になれば楽になるのにな、と思う。 本当に思う、それは。うん。なんかさ、あの、ファンタジー大河って言ってたけど、今日とうとう少女漫画大河に、そ <laughs> こまで行ったなと思って、ちょっと面白いな。だってもう少女漫画だったじゃん <laughs> 本当に、王道少女漫画でもうなんか、キュンキュンになったんですけどもね、なんかそこであの、三秀さんだけが時代劇やってて、かわいそう取り残されてかわいそう少女漫画の中に入れなかった三秀かわいそうみたいな感じ。あ、そうそう。 なんかね、今回のやつで、その、光秀が、お風呂に入ってるのが、湯気が、煙が出てて、信長さんが風呂に入れなかった分、光秀が風呂に入ってるんですかってコメントがあって、え風呂とか思ったんだけど、あの、多分ね、あれはね、お香です。光秀がね、お香を嗅いでいるシーンを、こう、煙が、あまりにお香にしてはちょっと確かに煙がもう,もうとしてたんで、わかりにくかったんだと思うんですけど、あれは多分お香を嗅いでいるシーンだと思います。 まあ、だからさ、今回の、その、三つひでっていうのが、まあ、小物精進っていうのでずっと来てるんだけど、でも、例えば、あたご神社でね、その、連ンクのホックである和歌読んだりとか、それから、こう、お香を書いたりとか、お香を聞くっていうのが本当正しいんだけど、聞いたりとかしてるところで、実は、あの、文化人だったんだよ、みたいなのを、本当の三つひでっていうのは実際、その、京都の文化人と付き合いの長い人だからね、そういうふうな一面も出してますよ、みたいな感じで、一応ね、やってたのかなとは思いました。 でもあのお香の嗅ぎ方完全になんか、いけないお薬の方だったよね。<laughs> 確かになんか、なんか危ない薬吸ってる人ですよね。はぁーみたいなね。<laughs> まあなんかそれはね、役者さんの演技がそういう、わざとそういう風にやってるのかなって、今回のもう開演でしたよね、あの本当に。笑っちゃったもんで、ね、その全てもう、今までのなんか精進感全部突きもぶつけてきたかーって感じでね、よかったですね。面白かったですね。まあ、今までの本当に悪役、三井があの裏切り者だ悪人だっていうのは、まあまあ言われてきたんだけど、こんな 精進感その小物感丸出しの蜜入れっていうのはやっぱ初めてだったので、ある意味、今回なんか何もかもが新しいなっていう感じにはなりますね。うん あ、そういえばね、なんかね、あの、三秀が、その、旗の攻めの時に、その三秀の母親が貼り付けにされたんだ、で、その恨みで本能寺になったんだ、みたいなコメントがあったんですけど、あの、これはね、あの、いわゆる三秀のお母さんっていうのを、まあ、信長が見殺しにしたから本能寺の変になったんだっていう説なんですけど、一応ね、あの、資料では三秀のお母さんは貼り付けになってないので、まあ、多分この説は、多くの学者さんが最近は否定しているので、ないだろう、殺されてないだろうっていうのはちょっと言っておきたい。 かなと思います。じゃあね、なんかね、あのー、最後の締めを威張っていってほしいっていうリクエストがあったので、<laughs> なので、ちょっとあのー、これにて、あ、一見落着 <laughs> どうでしょうか <laughs> じゃあまた来週。 やっとちゃん、今日もイヤリングが素敵と言っていいのかどうか分からないけど、うん、も、かわってそれ何なんですかこれは ET です。<laughs> ET? え、じゃあその黄色い丸いのは月 ?ET の星あ、ET の星なんだ。<laughs> なぜならね、今日はね、分かりづらいか。ET の T シャツを着ているからだよ。おー <laughs> 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 懐かしい。だから ET にしたよ。っていうか、それ、どこで買うのそれ。<laughs> だって ET のそ最初のやつでしょ最初、最初というか、応援した時に買ったのうん。これ、去年ぐらいに買ったよ、この。去年に ET? でど、どこでその ET が。この T シャツはね、でも、6、7年前かな。へえ。ー。なんかその ET の公開からずいぶん経ってるのに。ET は時々、今でもね、なんか ET となんだっけ、あれ。グレムリンはバッバって出る。 結構。そうなんだな。うん。で、どっちとも好きだからね。どっちとも、なんか、グレムリンのやつはまだないから、どっかにあったら買おう。<laughs> 私、あの、昔、グレムリンの、あの、グレムリンの方じゃなくて、ギズモの方ね。ギズモのぬ、ね、ぬいぐるみ持ってたわ。ギズモは可愛いよね。そう。ギズモのぬいぐるみ持っててんけど、なんかやっぱりあの、水にぬれたら怖そうだと思って処分した。さようならギズモって感じで。 え、それグレムリンの方が好き。そうなんだ。<laughs> やっぱりなんかちょっとイーティもそうだけど、きキモカワとかあの怖いものの方が好きなんだ。あのディスさんっぽいな。グレムリンのトレーナーを持ってるから冬になったらこちょっと今度まわって <laughs> 今日はグレムリンですって。<laughs> じゃあ楽しみにしておきたいと思います。<laughs> 皆さんもお楽しみに。<laughs> <laughs>